はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。最強のアクセサリーセットを見せてくださいということですね。ありがとうございます。俺が思う最強のアクセサリーセットは、こんな感じです。ルフィに装備してますね。まず、新試練の赤犬のパワーですね。攻撃力がもともと2000上がるやつに合成で1400の攻撃力を3つ入れてます。そして、TP 軽減ジュエリーだね。TP 消費が 50% 軽減するやつを2つ入れて、必殺技を打ち放題にしてます。で、合成値はもちろん攻撃力1400を全部ということですね。で、その上が結構重要です。横2つ並びですね。横2つの、アクセサリーっていうのを用意してください。穴が3つ開いてるっていうのが、ゲームの中に3個存在します。それが、ストンリーのネックレス、そしてチームゴッドのバッジ、で、オックスベルのペンダント。この3つですね。この3つが、穴が3個開いてますので、使ってください。そして、残りの2つは、穴が2つ開いてる横2つの装備ですね。これはね、お店で売ってます。まあ、今回はお店で売ってないやつを装備してるんだけども、店売りのやつで全然大丈夫です。この2つ並びのやつに、3すくみがすべて100になるようにつけまして、さらにクリティカル率が 100% になるようにしてます。で、残りの空いてるところは攻撃力1400ですね。それを入れた状態になります。耐性がパワー、スピード、テクニック、すべてが100。そして TP 軽減 100% のクリティカル率 100%。攻撃力が 28,324。まあ、これが理想的かなと思います。で、この装備はゲーム内にいくつかしか存在しないっていうやつが結構あるので、まあ主人公に俺はこれを装備して、ルフィにね。で、他のキャラクターにはこんな感じ。で、横に2つ並びのやつを12個装備してます。で、その中でクリティカル率、そしてパワー、スピード、テクニック。これを最低限上げるようにして、残りは攻撃力1400っていうのを入れてますね。実際のところは、あとテクニックが75必要なんだけども、今回はね、パワーの敵と戦うので、あえて入れてません。まあ、誰とでもね、戦えるようにするには、一つ攻撃力を抜いて、そのキャラクターの、弱点属性をもう一つ入れる必要があるんだけどね。まあ、とりあえず今日はこんな感じにしてます。全員ですね。こんな感じです。チョッパーもこんな感じだし、俺がよく使うブルックもこんな感じで、横並び2つの装備をブワーッと12個入れてる感じですね。もうこれが間違いなく強いです。では、どんな感じになるか戦ってみましょう。それでは、行っちゃいましょうか。ドフラミンゴと戦います。まあ、基本的にね、この属性のない敵っていうのは戦いやすいですよね。うん、属性のあるキザルとか、あとクロコダイル、うん、赤犬とかはちょっと戦いにくいよね。まあ、特にキザル、クロコダイル、あの2人は防ぐ手立てがないんですよね。うん、まあ、光属性とか、地属性なのかな、クロコダイルは。うん、その耐性がないんで、そもそも。どうしようもないんですよね、あれって。うん、どうしたらいいんだろう。まあ、まず、ルフィの攻撃力をどんどん上げちゃいましょうか。これアイテムと、ブルックの攻撃力アップ、これ重複するのでめちゃくちゃ強いですよね。本当に意味わからないぐらい強くなるのでやばいんだよな。やっぱり今回の俺の最重要キャラっていうのはブルックだと思うんですよね。とにかくブルックが強い今回は。うん、まあバッファーが1人しかいないっていうのもあるんでしょうけどね。アイテム使っとこう。
ヘロヘロボールでドフラミンゴの耐性とかを全部下げちゃいましょう。カンストダメージっていうのがあって、簡単に出せます。今回もちょっとねカンスト狙ってみようと思います。まあ大体ニューワールドを3回入れて、であと攻撃力アップの食べ物を食べれば、であと会心の一撃かクリティカルが出れば、まあまあ簡単に出るもんかと思います。まあまあまあ待って、とりあえずここでザコたちを倒しておきましょう。まずザコを倒す。ザコもねこれ一発でいければいいんだけども、ちょっとねターン数がかかるので、もうここで倒しておきますね。はい、あと1体だけです。カンスト入れれば多分一撃で倒、いや倒せないか、もうちょっと HP あるかな。はい、おいお前で多分これで、ルフィは、カンストダメージ出ると思います。でサンジですら、攻撃力がもう10万超えるからね。10万、で10万で攻撃をするとどのぐらい、9万ぐらいダメージ出るかな。あー攻撃無効、チョッパーでさえ8万ぐらいのダメージだね。じゃあ無効ドフラミンゴこういうのがあるからちょっと嫌だな。はい、じゃあ次は、入れちゃいましょう。当たるか、当たってくれれば嬉しいけど、結構無効にする。はい出たー、おーおーワンパンでいきましたね。ワンパンじゃないけどツーパンで倒すことができました。カンストダメージです。はい、それでは戻ってきました。今日は最強のアクセサリーセット、紹介していきました。俺のね最強だと思うのはこれですね。穴が3つ開いてるアクセサリーの横2つのやつだね。それを3つ装備して、横2つの穴2つを2つ。で、TP 軽減ジュエリーを2つに、新試練の赤犬のパワーだね。これを装備して、基本全部攻撃力。で、テクニック、パワー、スピード。TP 軽減、そしてクリティカル率、すべてを 100% にする感じですね。これがもう間違いなく快適で強いと思います。で、他のキャラクターは、こんな感じですね。横2つのアクセサリー。幻惑耐性プラス35のクラウン。もしくは、根性プラス128クラウン。これだね。この2つどちらかを、攻撃力を上げて、パワースピードテクニックすべてを 100%、 もちろんクリティカル率も 100% にする感じですね。はい、これを3人につけてください。これが間違いなく、一番強いやつだと思います。やってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。